クレヨン・しんちゃん嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦は2011年4月16日公開のクレヨン・しんちゃん劇場映画シリーズ第19作目の作品である。上映時間は107分、興行収入は12億円。キャッチコピーは父ちゃん母ちゃん実はオラ、スパイです。本作から監督が市議の明から麻酔総一に変更された。また、本作では 関ジャニエイトが主題歌を担当し、メンバーの村上慎吾と大倉忠義はゲスト声優として出演する。当映画シリーズで主題歌及び特別出演者にジャニーズ事務所所属のアーティストが起用されるのはこれが初。なお同グループは2011年2月から同年10月まで TV シリーズの主題歌も担当しており、一般アーティストが劇場版の OPED 両方を担当するのも 初となる。全国325スクリーンで公開され、2011年4月16、17日の初日2日間で、公衆1億9、396万4、400円、動員16万8961人になり、映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。12歳までの子供層の比率が高く、 ピア初日満足度ランキングでも第4位になっている。いつものように日常を送っていた、新之助の前に、ある日、レモンと名乗る、謎の少女が現れた。彼女から、アクション仮面のメッセージを受け取った新之助は、レモンの勧めの下スパイになることを決心する。レモンとスパイ訓練を開始した新之助は、失敗を繰り返しながらも徐々に、スパイの技術を身につけ、実は、 子供スパイだったレモンと共にコンビを組む。そんなある日、新之助たちにアクション仮面からヘーゲルナ王国で悪の博士から正義のカプセルを奪還せよとの指令が下った。新之助はレモンと家政婦市原の助けを借りてヘーゲルナ王国へ向かい悪の博士の研究所に潜入する。しかし、そこにいたのは悪の博士ではなくおなら研究の第一人者である。 ヘガデル博士という科学者だった。新之助から話を聞いた博士は、彼がアクション仮面に騙されていると言い,い、自分が持っているのは正義のカプセルではなく、おならを大量に出させてしまう、メガヘガデル2という特殊な芋であること、新之助に指令を出したのは、スカシペスタン共和国の女王たちで、彼女たちはメガヘガデル2を奪うために、新之助を利用したのだと説得する。 新之助は、ヘガデル博士の言葉を信じず、正義のカプセルを奪って研究所から脱出したが、2011年4月8日には、テレビスペシャルとして、スパイ一族のハーラだぞ、スーパースパイミサイルだぞが放送された。野原一家が、イギリスの田舎町に住む、野原一家という設定で登場。ありがとうございます。